こんにちは。ついにエンドコンテンツの一つ、天魔の古城をクリアしましたー。すごい。天魔の古城ってこのゲームで一番難しいとこじゃなかったっけ？で、クリアしたの、一回だけじゃん。一回だけでも十分難しいんですよ。今日は、私が天魔の古城一回、初めて挑戦してからクリアするまでに、かかった期間を紹介します。初挑戦。初挑戦といっても、挑戦するためには、豪絶クリアしたりしないといけないので、挑戦するのもハードル高いです。ちなみに私は豪絶アリアをクリアして、挑戦条件解放しました。というわけでそれなりに戦力が揃ってる私。いくら天魔が難しいといえど、クリアはそれほど難しくないと、思いきやステージ5で敗退。どうやらこの右側の鳥、弱そうに見えて、14万の、即死攻撃持ち。なので、数字が0になる前に、倒さないといけなかったみたいです。強いなら強そうな見た目にしてほしい。さすがにいきなりクリアは無理でした。いやでもステージ5まで行くの、結構すごいんじゃ。そうかな？そうかも？そうなんですよ、すごいんですよ。単純だな。2戦目。ステージ3。中央のつくよみは蘇生するので、同時に倒さないといけないのですが、片方だけ倒すのが続いてなかなか同時処理ができません。完全毒が発動して敗退。同時に倒すの意外と難しいんですよね。いや、反射待機で固まるだけでいいみたいよ。3戦目。またステージ5まで来ました。どうやらこの、ステージ5が、一番難しいらしいので、ここは全キャラでもトップクラスに強力な、また胸のストライクショット使ってダメージ与えます。鳥も出てきた瞬間速攻撃破です。また胸のストライクショット、強い。あとはボスのアマテラスを倒すだけですね。すでに、正宗のストライクショットで、半分以上削れているので、もう少し、魔素のストライクショットでダメージ与えて、次の攻撃でなんとか倒せそうです。別の突起攻撃も、あと、4ターン残ってるのでいけそうです。あ。え？なんかやられちゃったね。なんででしょう。ビットンの霧みたいな攻撃でやられたみたいです。10万ダメージ食らってる。ビットンに近づいたらダメとか説明なかったんだけど。このゲーム、基本、説明はないんですよね。4戦目。鳥の爆発で敗退。相変わらず鳥の攻撃が強い。鳥の前にまずつくよみ倒さないと。5戦目。鬼門のステージ5。ストライクショット使いまくって、攻撃します。マソ、ベータ、ワダツミ。最後に、天草四郎のストライクショットを使って、なんとか撃破。押す体力多すぎ。この、ステージ5が、一番難しいんだっけ。はい。ってことは、もうクリアできるんじゃ。最終ステージ、ステージ6。ボス、3戦目です。ボス2戦目とは違って、ボスに弱点が存在するので、弱点を狙って攻撃します。下の壁との間に挟まるように攻撃すると、失敗。壁との間に挟まるように攻撃。弱点に当たれば大ダメージ、与えられます。あんまダメージ出てないな。失敗。結局あんまダメージ与えられなくて敗退。ボス2戦目より難しいじゃん。6戦目。ステージ5までは順調に進みました。ボス2戦目です。ここもボスの体力多いからな。ストライクショットいっぱい使って、クリアするしかない。甘いですね、見ててください。え？お。マソが、鳥とボスの間に挟まって、ボスに大ダメージ。結構効いた。そしてリムルのストライクショット。リムルのストライクショットも強力です。ショットで攻撃した後、追撃が発生。ボスの残り HP と、攻撃力依存の大ダメージ。ボスの残り HP を見てください。これくらいの HP なら追撃で倒しちゃいます。お、強い。ボス3戦目。ボス2戦目で、ストライクショット、温存できたので。ここで残りのストライクショット、全部使います。ベータ、天草、そしてマソ。マソのストライクショットの時、下の壁にうまく挟まってくれて、結構ダメージ出ました。いい感じ。残り適当に攻撃してクリア。おめでとう。なんと、6戦目でクリアです。結構順調だったんじゃないんでしょうか。天草やマソなどの適正キャラ揃ってたのが大きかったですね。ベータも適正キャラですけどあんまりダメージ与えれてなかったので、天草やリムルがもう一体欲しいですね。以上、天魔の古城試練の舞地。初めて挑戦してからクリアするまででした。ご指摘、アドバイスあればコメントお願いします。高評価、チャンネル登録もお願いします。またね。